よろしいですか。漁業者の皆さんがこの処理水の問題については本当に真剣に思いを持っておられます。でこういった方々の風評に対する心配懸念というものを政府として受け止めて希望を持って漁業に取り組むことができるように政府としてしっかり対策を講じるべきだというお話をしたところであります。